あなたは悲劇の指揮者柳沢俊夫さんをご存知ですか。数年前、主人と私は東京まで柳沢俊夫さんの指揮をするコンサートを聞きに行きました。私たちが柳沢俊夫さんのことを初めて知ったのは新聞のテレビ欄でした。私たちと同じ柳沢という名の指揮者がいる。 と知りました。それはドキュメンタリー番組天井に音楽の架け橋をという番組でした。柳沢敏夫さんの音楽で長年にわたる民族の不和分断を超えるという平和活動をドキュメンタリー番組で放送していました。柳沢敏夫さんは内乱の続く東ヨーロッパのバルカン半島の 民族共栄を願ってコソボ室内管弦楽団を設立しました仲の悪い民族を管弦楽団に加えて一緒に演奏してみようと考えてもなかなかすぐにはうまくいかなかったりしました最後には対立する民族も加えてのコソボ管弦楽団のコンサートが成功しました それを見ていて私たちは思わず「よかったね!」と言って手を叩きました柳沢俊夫さんってすごいなーこれからも頑張ってほしいなーと思いました柳沢俊夫さんという人は本も書いているんだねーあー時々日本に帰ってきてコンサートもされるようだわーそれで私たちは東京まで 柳沢敏夫さん地域のコンサートを聞きに来ました。そのコンサートは奇跡のコンサートでした。後編をお楽しみに。